レバノンはアメリカ合衆国カンザス州スミス郡の北部中央に位置する都市。人口は218人である。この都市には1898年に測量によって接続している米48州のジオグラフィックセンターとして政府に認められた地点があり、そこにはそれを記念したモニュメントもある。なお、測量士による科学的検証によりジオグラフィックセンターであることが 正式に政府に認められるなどといった表現が見られることもあるようだが、どのようにそのような地点を決めるか、むしろ科学的には検証などできないので、EN、ジオグラフィカルセンターの記事では、アメリカ地質調査所のドキュメントに The I is no generally, a concepted アッコセクテットデ n フィニッションオブジオグラフィックセンター、no completely satisfactory method for determining it とあると引用している。 ありがとうございます。